この番組は、バルサ好きハッシーノと、ミラニスタ大輝と、サッカー初心者の月野セラビが、え、主に、あ、フラット3のフォーメーションで、主にサッカーについて話していく番組ですよね。はい。えー、ということで、先週に引き続き今週も、えー、一人喋り会ということで、今週はバルサ好きハッシーノが、 お届けしたいと思います。えー、いつもはね、三人の話を楽しんでいただいているかと思うので、えー、一人喋りはあ、物足りなさをめちゃくちゃ感じてしまうかもしれませんが、まあ、たまにはこういうこともあるということで、割り切って楽しんでいただけたらなと思います。はい、えっと、先週ね、大輝くんが非常に面白い えー、質素会、いい感じのね、話をしてくれたんですが、まあ、僕何話そうかなって考えてて、で、えっ、ー、とね、まあ、今の僕の中での、まあ、頭の中のサッカー比率、サッカー比率というか、サッカー、えっ、ー、と、僕の中にあるサッカーを考える部分、僕の中のサッカーを考える部分の比率の中で、えっ、ー、と、自分でサッカーする割合と、 サッカーを見る割合、観戦する割合ですね。と、あと子供に教える割合と、うーん子供のサッカーを見る割合、子供のお世話をする、まあ送り迎えとかする割合とか、いろいろもサッカーに関わる部分の割合があるんですけども、その中で一番今大きく占めているのは、やっぱり子供の、えー、っと、成長を見守るというか、子供をいかに いい感じで成長させるかというか成長していってもらってサッカーを好きでいてもらうかっていうことが僕の中で大多数を占めてることに、まあ、最近気づいたんですけど、まあ、それこそね子供できた当初とかは、まあ、自分のことの方が大きくて自分がサッカーやることどうやったらチームが勝てるんかとかどうやったら人が集まるんかみたいなことを、まあ、すごい考えてたんですけど最近はね 練習休んでも子供のサッカー見に行きたいなと思うし、うん、そうですね、っていう感じにはなってるんですが、ただ、えーと、子供が憧れる存在ではあり続けたいと思うので、今もまあ社会人リーグで、まあいい年ですけど、現役でやってると。なのでまあ子供にはまだ全然負ける気はないんですけど、で、その子供のことをいろいろ考えたときに、 子供のサッカー環境とかサッカー事情っていうのはやっぱ詳しい方がいいなっていうのを気づいててっていうのもえっとね長男が最初サッカー始めた頃っていうのは僕その子供のサッカー事情全く知らなくってっていうのは僕自身ここでも話したことあると思うんですけどサッカー始めたのが中学校からなんで小学生時代の サッカーっていうのはどういうものかっていうのはわからないし、どういうチームがあって、どういう感じなんかも全然わからないまんま、ただ家の近くの通えるとこ、なんか聞いたことある昔からあるチームに、とりあえず長男は入ったんですけど、こっからね、えー、っとね、まあ、最初、その小学校入った時に、その地元のチームになったんですけど、っていうのは、えー、っと、それまでは違う、 チームに行ってたんですよもう5、6人しかいないちっちゃいスクールみたいなところに行ってたんですけどそこでは1、2、まあ、を争うぐらいのセンスを見せてたんですよねうちの子、長男、まあ、走るのは速くないし気持ちもめちゃくちゃ弱いからすぐ泣くんですけども、えー、技術的なセンスとかキックのセンスまあうーんセンスというと <laughs> なんかすごい大雑把ですけども なんかわかる、わかるんですよ。わかるんですよって偉そうやけど、なんて言うんかな。あ、こいつうまいなって、センスあるなって思ってたんですよね。なんで、どれぐらいうまくなるかなって思って見てたんですけど、で、小学校に入って、まあ家から通えるところ、一人でも通えるところにしなあかんなっていうことでチーム変えたんですけど、で、それから3年間ぐらい、僕も仕事が忙しかったりとかで、なかなか子供のサッカー見に行けなかったんですよね。 で、3年生ぐらいの時に、ちょっと見に行ってみようと思って見に行ったら、すごい衝撃を受けて、こう練習見に行ったんですけど、も練習じゃなくて、なんていうかな、遊びなんですよね。やってる感じが。雰囲気もそうやし、メニューもそうやし。で、なんならうちの子が3年前と比べて、全く上手くなってなかったんですよ。これね、本当に衝撃を受けて、 あ、これはやばいと。このままやったら、この子の才能を潰しちゃうな。まあ、才能ってそんな、むちゃくちゃ才能豊かな <laughs> 感じでもないですけども、思ってるより、全然成長してなかったんで、すごい危機感を覚えたんですよね。で、そこから、<coughs> いろいろ子供がどうしたらうん、ちゃんと成長できるかっていうのを考え出したんですよ。で、スクールとか、 チームとかいろいろ探したりとか調べたりとかしててまあその時長男が3年なんで次男が年長ぐらいかなまあ年長でも同じくサッカーはやってたんですけども同じチームでやってたんですよね何も考えずにでまあちょっと危機感感じたので4年生ぐらいから長男スクールにそのチームじゃなくてサッカーのスクール別のスクールに生かしたんですよね で、そこでちゃんと教えてもらって、技術的な練習とか、声かけとかしてもらって、<laughs> やっとね、こう、成長の曲線、以前思い描いていた成長の曲線からかなり逸脱してたんですけども、やっと3年遅れですけど、戻ったなって感じで、めきめき上達していったんですよ。で、あ、これかと、こういうことやなと、これって、 ちゃんとね、子供と向き合って、子供のことを見ている、見ているというか、見て感じたことじゃない、感じた人じゃないと、あともう一つ言うと、自分が経験者やったからっていうのもあるんですけども、気づかないと、このまま掘ってたら終わってたなってなったんですよね。だからこれは結構、ちゃんとみんなに、みんなに、 えっと、伝えないとあかんなと思って。えー、っと、何を伝えるかっていうと、その子供に合った環境というか、子供の成長をちゃんと、ん、見られる環境に子供を置いてあげてほしいなっていうのが、えー、っと、僕がちょっと今日言いたいことなんですよ。あの、子供を持つ親御さんに向けて、これ本当はね、本当に3人で喋りたいことの一つでもあるんですけど、 上手 <laughs> くなりたいって誰もが思うことではあると思うんですけども、どれぐらい上手くなりたいかとか、そこにどれだけ気持ちがあるかっていうのは、本当に個人差があるので、正解なんてないんですけど、ただ一つ言えることは、同じ環境で掘っておくと、成長しない、成長しないというか、 埋もれてしまう環境っていうのが存在するよっていうことを、ちょっと皆さんにちょっと言いたいなと思ってて、これから子供がサッカーを始めるとか、今サッカー始めてるとこだっていう親御さんに向けてなんですけど、えっと、強かったらいいというわけじゃないと思っていて、逆に楽しかったらいいっていうわけでもないと思ってるんですけど、子供とちゃんと話をして、上手くなりたいのか楽しかったらいいのか、 えっと、この、その子は才能ありそうなのか、それともちょっと難しそうなのかとか、その辺の見極めもちょっと必要。まあ、これはね、むずいんですけど、むずいんですけども、この辺はちゃんと話し合って、子供に一番いい状態、いい環境だなと思う場所に、子供さんを置いてあげてほしいなっていうのをめっちゃ伝えたいんですよ。で、長男はそこで、えー、っと、成長曲線復活したので、 どん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 成長していってくれたんですけど、なんで上手くなりたいとも思う、思うようになったし、なんかいろんなスクールとか、えー、セレクションとかも受け,受けるかって聞いたら受けたいっていうタイプだったので、本当にね、いろんなとこ行きましたね。いろんなスクールとかセレクションとか。なんなら J リーグのね、それこそ、ジュニアユース上がるときとかは J リーグのセレクションも受けたりとか、まあもちろん落ちましたけど、 ととかかあったりとか、うん、結構ねやっぱそこで自信を自分が上手くなってるって感じたので自信を持てたんだろうなとも思うしあのまま掘ってたら大変なことになってたなっていうのがすごい実感としてあるんですよで逆に次男は同じように長男と同じような提案をしてもいやいいわっていうタイプなんですよねだからセレクションとかもいやいいわとかスクールとかも行くか,かってきたらいやいいわって言うんですよ だからそういう子供に無理やり生かすのは違うなと思うので、まあ、それがねいいかどうかわかんないんですよ。正解かどうかわかんないんですけど、僕の個人的な考えとしては、やっぱり子供の意思を最優先しつつ、いい感じで促したり提案したりしていくのがいいかなと思ったので、無理強いはしたくなかったんですよね。で、一番はやっぱりサッカーを好きなまま一生過ごしてほしいなと思ったので。 サッカーが嫌いになるようなことだけは絶対にさせたくないなと思ってたんですよね。なので、まあ、意志を尊重していくと、あんまりそういうとこは積極的ではなかったんですよ。で、本人も、まあ、次男の方が、町内よりもどっちかというと、うーん、天才的なタイプなので、伸びしろはすごく、今でも伸びしろ感じるんですけど、でもまだまだ、 こう本気で、本気度が足りてないので、まあ、まだまだこれから先か、まあ、まだ言うてね、今6年で次11なんで、これからなんでね、僕なんかまだ6年の時サッカー始めてないし、って考えたら可能性なんかめちゃくちゃあるし、まあ、今の本人の気持ちを大事にしたいなっていうのが僕の中の考え方なんですけども、っていうので、えー、っと、あ、そうそう、そういう感じでやってるんですよ。で、長女も実は、えー、っと、 まあ、うちの三兄弟の中では一番の負けず嫌いなので、もうとにかく上手くなりたい、日本代表入る、テレビ出るってずっと言ってるんで、それならもっとこうした方がいいんちゃうかっていうことで結構ね、厳しめに指導というか教えてるんですよ。これじゃあかんでと、もっとこうした方がいいんちゃうっていうことをめっちゃ言ってるんですよね。で、長女は怒られるの好きじゃないし、褒められたいタイプなので、なかなかね、 素直に聞くことはないんですけども、負けず嫌いなんで、うまく操作すれば頑張るんですよ。なので、その辺もうまいことこう見極めながら、で、えっ、ー、と、今度、超、えっ、ー、と、次男が11、になるタイミングで、同じチーム入ってたんですけども、ちょっとこのままのチームではどう考えても成長を見込めないので、今はも,もちろんスクール行ってるんですけど、絶対他のチーム行った方が、 上手くなるっていうのは何、えー、でスクール行ってるかって言ったらチームの練習で上手くなななるイメージが湧かないかいらなんでですよねでもチームの練習で上手くなるチームだったらスクール行く必要ないんですよ当たり前ですけどだからあの長男が今行ってるチームとかはチームの練習が今中3ですけどチームの練習の質がむちゃくちゃ高いんでどん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 上手くなるし ほっといたらいいなって言える、思える環境なんですよね。だから、長女も今小3ですけども、次小4になる段階で、そういう環境を探して、そういうところに行こっかっていうことに、まあ、話し合った結果になったので、長女は遺跡をすることにしたんですよ。でこれが正解かどうかわかんないんですけど、長女と話した結果、長女がそうしたいと、 いうことでまあ、もちろん不安もあるし、迷ってる部分もずっとあるんですけど、今でも迷ってるんですけど、でももうチームには辞めると言ったし、新しいチームに行きますと言ったので、長女の意思を尊重しつつ、より良い環境に、えっ、ー、と、環境を提案できたかなと思ってます。で、えっ、ー、と、いろんなね、お子さんいると思うんですよ。あの、サッカーが好きというよりも、みんなと遊ぶ、 ボールを蹴ってるのが好きっていう子もいれば、仲いい友達がやってるから一緒にやってるだけっていう子もいればいや、プロになりたいし、もっと上手くなりたいっていう思う子もいれば、本当にいろんな子供がいると思うんですけども、でも今の環境で、えー、っと、100%満足できてないなら、えー、もっといい環境があるはずなので、それを、 探したりとか調べたりとかってするのはやっぱ親しかできないんで、これをやった上で提案してみて、まあ、動くかどうかはどっちが正解かわからないんで、あれなんですけど、でもそういうことって結構親の仕事やなっていうのをすごく実感したので、これからもどんどんいろんな提案を僕自身はしていきたいし、調べたりもしたいなと思ってます。 で、何が言いたいかって言ったら、あれですね。だから、これを聞いてくださっているお子さんを持つ親御さん、サッカーを始めたい、始めようかな、始めるかもしれない、という親御さんが、これを聞いて、なるほどって、ちょっとでも思ってくれたらいいなって思って話してます。で、何回も言ってますけど、正解とかないし、何が正しいかなんてやってみなわからないんで、僕が言ってることが間違ってる可能性だって、もちろんあるし、 いろんな人の話を聞くとね、そんなに緩いことじゃあかんとか、厳しくしないとあかんっていう人ももちろんいるだろうし、まあ、いろんな考え方あるとは思うんですけど、僕の一人の考え方としては、今こういう経験からこういうふうに思ってるし、こういうふうにやってますよっていうのをちょっとお伝えできたらなと思って、ちょっとでも皆さんの力になれたらなと思ってます。っていう感じの話をしたかったので、 えー、一人会初めてでしたけども、いかがだったでしょうか、まあ、来週はね、セルベさんがもっといい感じのね、楽しいお話をしてくれると思うので、ご期待いただいて、また来週も聞いてください。じゃあねー。今回のサカプルはいかがでしたか サカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りをお待ちしています。お便りフォーム、サカプル公式ディスコード、配信で話題に上げた動画も見れる X などの詳細は概要欄をご覧ください。サッカーはシンプルだ。毎週土曜朝10時キックオフ